大阪市平野区に至る一般国道である。冬季通行止め区間がある。紀伊半島を斜めに横断する道路で、市街地を走る片側に車線の区間もあれば、車両のすれ違いが困難な国道の区間もある。起点の三重県熊野市、小坂交差点と奈良県吉野郡上北山村、天ヶ瀬の区間は、山間を走る者の,のセンターラインのある片側1。 車線の道路となっている。このうち、起点と熊野市伊佐都町の区間は、国道309号の単独区間、伊佐都町と上北山村天ヶ瀬の区間は、国道169号との重複区間である。上北山村天ヶ瀬から、天川村の奈良県道21号大峰山、公園線交点の区間は、京路が連続する。途中、 行者帰りだけを行者間トンネルで貫く。トンネルの西側には登山者用の有料駐車場がある。天ヶ瀬と川挟まダムの間は休行車関林道であり、12月から翌年3月まで冬季通行止めとなる。白倉トンネルを出ると、見たらい渓谷となり、紅葉の季節などは観光客で賑わうが、路線は強路なままのため、ハイシーズンは、 離合可能な場所数箇所に、係員が出向き交通誘導を行うことがある。天川村の和歌山県道、奈良県道53号、高野天川線交差点以北は、新河井トンネル、新笠木トンネルなどの整備により、徐々に拡幅工事が進んでいる。並行する奈良県道48号道川は、下市線は、道幅が狭く通行困難な区間があるため、 天川村公式サイトなどでは、大阪方面から、道川温泉に向かう場合に、国道309号をアクセスルートとして案内している。大淀土町と大阪府南川地群河南町の区間は、センターラインのある片側1車線の道路となっている。五所市の吉野口駅付近や五所市と、千早赤坂村を結ぶ水越峠では1997年に、バイパス道路が完成した。 河南町から大阪市平野区売割交差点の区間は、ほぼ全線が片側2車線の4車線となっている。特に、富田林市と堺市三原区の区間は、立体交差が多く信号機が少ない。また、松原市の北側では、阪神高速14号松原線の三宅ランプと、接続している。このため、松原市や富田林市のみならず、 高速道路のない河内長野市と大阪市を結ぶ重要な幹線道路となっていることから、この区間は通行量が多い。堺市三原区の船と南交差点を呼び、船と北交差点と松原市内は渋滞が頻発している。大阪市平野区売割交差点と同区平野馬場交差点の区間は幹線道路から外れており、 国道479号との重複区間である、売り割交差点、切れ西池交差点の約200メートルの区間を除き、この区間は片側1車線の2車線道路となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲運転及び、経過地は次の通り。奈良県山間部の天ヶ瀬と、川はまダムの間は、いわゆる、国道である。 しかし大峰山系の山上が竹や八京ヶ岳は、ここを通らなければアクセスできない。この区間はかつては林道だったが2002年に国道に、編入された。上北山天川間は、三たら渓谷の沢に沿って伸びているが、道路福院は一車線と狭く、路上まで岩がせり出している崖道である。この辺りでは、落盤注意の注意喚起看板が道端に、 設置されている。行者帰り岳の山頂付近には、林道時代からあったすぼりトンネルである、行者間トンネルが 1km 以上に渡り山の岩盤を貫通している。トンネル内は1車線以上の幅があり、対向車とすれ違うことがか。トンダバヤシバイパス板持トンネル西側出口付近、行者間トンネル東口トンネル道の駅平日24時間。 交通量路線の大部分の区間は、紀伊半島の紀伊山地山間部にあり、渓谷の川沿いに道路が伸びる。標高の最高地点は、奈良県上北山村と天川村の村境にまたがる行者間トンネル付近で、標高1100メートルを超える。上北山天川間の元林道区間は山深く、渓流沿いもしくは、険しく切り立った山の斜面にへばりつくように道路が、 通っている。交差する場所の格好書きは地名。それ以外は、交差点名で表示。ありがとうございます。